いいですね。マジでゲネプロ頑張った。本当に。それな、俺めっちゃ頑張ったわ。結婚もうガチだった。もう結構ガチでやったり、うん、本番逆に泣きすぎて、でも俺さっきよりうまくできないかもしれない。マジであの、あの君とずっとちょっとうるってきたもん、ね、最後のこれ、この時めっちゃね、あのあね、でも俺はそこで泣いたの。え、じゃあそこの泣いたの。ケン君、ケン君早いな、このネクストゾーンか、ネクストゾーンできたの感想で、うるってやめてやめて。君とずっとか、ブリーブ言わせるけど、マスカレードシャドウで、あ、でもマスカレードシャドウいるね。あの、マスカレードシャドウ切り替えやすい。はい、そうそう、マジで、あ、助かるよ。そう、あの感動から、マスカレードシャドウはちょっと落ち着くよな、マジで落ち着く。でも歌うときちょっとしんどいね。確かに、歌うのは、歌はしんどいね。俺は、あの、マジで帰なあかんから待って、何？ここはいいの、まだここ良くて、ああ、ここで離れすぎたような気がする。ほら、めっちゃ離れてる。ほら、ここで振り間違えるもん。ほら、うわっ、ちょ、もうワンモアタイム。なんで間違えた、この中身ね。ここも良かったのね。で、お前これこう斜め前すぎた、うん、斜め前行きすぎて、あ、やべえ、遠すぎた、で、頭の中考えてたっけ、振りミスった。うわぁ、何、はい、うい、ブブル、じゃあね、大丈夫、行こう、行ってきます。いや、ゲネプロはね、もう本当になんか結構もう本気でやって、もういい汗流しました。本番に向かって頑張ります。でもなんかね、なんかこうダンスしてる時、あ、ダンスしてる時、歌ったりパフォーマンスしてる時に、なんか最初はまあ普通通り、いつも通りで、なんかファン、目の前にファンいるつもりで、顔とかもこうやってたんですけど、なんかネクストゾーンのあの感想来てから、なんかちょっとだけうるってきたんですよ。あ、やべえって。だけど、なんか僕が終わってからのマスカレシャドウで、雰囲気変わって、それでキュッて、はい、まあ、戻ってったので良かったです。危ねー、危なかった。ここは結構好きな部分です、ダンス的に。多分次の叫び続けるケンティだと思うんですけど、めっちゃいい声。イケメン。めっちゃイケメンじゃん。一回ちょっと、え、かっけー。やっぱりこういうライトとかこういう演出があると、やっぱ違います。やっぱりなんかかっこよく見えます。みんなすごい、やっぱり。でも途中でどこだっけな、僕家側のネクストゾーン終わってからの僕家側の移動的に、さっきめっちゃ暗くなったんですよ。その時もうやばかったです。なんかもう暗すぎて、もう初めてでした。なんかもう何も見えなかったです。なんか目閉じて歩いてる感じです。で、目閉じてても周り明るかったらちょっとなんか感じますじゃん。でもそうじゃなかったんですよ。もう真っ暗、お化け屋敷よりも真っ暗でした。もうやばいです。さっきなんか移動していいのか分かんなかったです。でもとりあえずなんか後ろに行ったら、ちょうどいいとこに立ってて、おっってなりました。ケンティはちょっとなんか迷ってますけど、ちょっとさっきそのシーン見よう。
どんぐらい暗くなったんだろう。ネクストソン、こう終わって、こうじゃない。これっす。あ、それね。これあって、バーン終わりました。で、あ、移動、これっす。これ、あの、本当に、もう、あの、なんか、初めて暗いところが、なんか、まあ、そのままにしてたら、まあ、怖くないんですけど、なんか、真っ暗なところで歩くのって怖いなって思いました。もう、あの、周りの人も、なんか歩いてるんですけど、ぶつからないかも怖かったし、いやー、でもすごいな。こんな真っ暗になるんだって思いました。まあでも多分ブルーライトに多分変わってさっきよりは全然歩きやすいと思います。やっぱりネクストゾーンがめっちゃいい曲ですね。最高です。よし、この調子で僕は本番マジで頑張っていきます。ラストなのでバイバイ。